はい、こんにちは、今日はリズムで2と3と3と4のリズムを同時に弾くときの、まあ、練習を完璧にする方法っていうのをやっていきたいと思います。じゃあ2対3と3対4とかのリズムっていうのは、まあ、どんなリズムかというと、まあ、例えばこれ2対3でこういう感じのリズムが3対2、例えば4対3はこんな感じで3対4はこんな感じですね。まあ、例えばこういうリズムも、まあ、書き方は違うんですけど同じリズムになります。はい、まあ、でもこういうリズムを1小節の中とか、まあ、2拍の中に、とか1拍の中どれかにその2個入ってる間に3個叩くとか4個の時に中で3個叩くっていうのをするのは結構難しい。普通に考えたらもう考えてもわからないと思うんですけど、これをやる方法というのを説明していきたいと思います。これステップ3つに分けてやろうと思っています。まずは中心軸を作る、リズムを共有するための中心軸を作ります。でステップ2は、聞こえてくるリズムっていうのと手の順番っていうのを、理解する。でステップ3がゆっくり繰り返して鳴らして練習していく。この手順で、大体この辺のリズムは、完璧にできるようになっていくと思います。ゆっくりできたら早くできるので、逆にゆっくりできることをじゃないと早くはできないっていう、こういうことになってます。では2と3のリズムから始めてみます。はい、2と3のリズムは2と3の最小公倍数っていうのを中心軸にします。最小公倍数って何かっていうと、ちょっともう考えるのややこしいので 2×3 って思ってください。2と3だったら 2×3、 そうすると 6っていうのが中心軸に、6っていうのを書きます。6っていうのを中心軸にします。そして2と3なので2ずつ取るのと3ずつ取るってします。そうすると6連符の中でタタ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 、これが聞こえてくるリズムになります。タタタタタタタンタタタンタンタタタン、譜面で書くとこう聞こえてくるリズムはこういう感じのリズムに聞こえてきますね。タンタタタンっていうリズムに聞こえてきます。これを右手と左手の順番を、まあ、今最初みたいに書くとピアノにすると逆で、今3、上が右手が3で左手が2だったのを逆にするとこうなります。まずは叩くときに軽く叩いた方がいいと思います。ガンガン叩くと物が壊れてしまうので、タン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 、最初同時でタッタ、これをゆっくりやって練習して繰り返すことで、このリズムが弾けるようになります。で、まあ、例えば予備詞のアラベスクのこのパートいきましょうか。最初のパートで右手が左手がこういう時は同時でドンタンタタタンタンタタ、今点でこのタンタって当ててたんですけど、これを長さをタンタンタタタンタンタンタタタンタンタタ、長さをしっかり意識してこれを繰り返すとダラダダ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 、これが同時に聞こえてくる感じ、タンタタタンって弾いてる感じなんですけど、聞こえてくるのは右手が3で左手が2が聞こえてくる感じ。
こういう感じで演奏するといいと思います。叩いてるんですけど、弱くとか強くを結構意識して練習すると結構いいような気もしますね。では次は3たす4いきましょうか。3たす4は結構難しいんですけど、3たす4の場合は中心軸を作るときに3×4 で12個のこのラインを作って、3ずつ取るのと4ずつ取る1234、そうするとタタ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 、聞こえてくるリズムは、譜面に書くとこういう風なリズムで聞こえてきます。これに手順を、加えて右手と左手の順番ですね、加えていくとこうなるので、右が4、左が3、逆にすると、同時左右左右左右、鳴らしていって速くしていく。ゆっくりから、タタ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 、こういうのを速くしていくことで、普通の演奏にちょっと逆になりますね。ちょっと僕はこれ右の方が慣れてるけど、左はあんまりやってなかったのが今わかりました。これをゆっくり鳴らして速くしていくと。次が、この曲はよくあるのが幻想曲っていうのかな。最初は9分になってるんですけど、タタ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 、はい、こんな風に、4と3のリズムが弾けるようになります。ちょっと難しいんですけど、この演奏作曲とか このリズムを見た時にちょっと難しいんですけど、タタ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 、こんな風にして、まとめとしてはこんな風にして、まず、数字2たす3とか3たす4は最小公倍数 3×4 とかの軸を作って3と4ずつで丸をつけていくとポイントが見つかるので、それを読んでいくと、3と4の場合はタタタタタタというようなリズムが、聞こえてくるリズムが決まっているので、その聞こえてくるリズムを練習します。それをちゃんとその右と左の手順をちゃんとしながらやっていきます。でそれを速くしていって音に当てはめた時に、結構その見えてるリズムと
聞こえてくるリズムの感覚が、一致しないようになると思うので、そこはしっかり書き込みなどして、ゆっくりやることでこれが分かるようになってくると思います。はい、まあ、今日はそんな感じでした。ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録といいねよろしくお願いします。ありがとうございました。